陸軍将軍、または、軍将軍とは、ジェンレル・ディ・アームの直訳で軍隊の階級の一つ。将官に区分され、フランス革命方式での故障。将官の最高位であり、軍団将軍、または中将、国によっては、師団将軍の上に位置する。通常軍司令官以上、師団将軍のすぐ上に本階級がある国では、軍団長以上の要職を務める。英は、 アーミー・ジェネラル、または、ゼネラル・オブ・アーミーで、アメリカ陸軍の減衰の故障ゼネラル・オブ・ザ・アーミーと、混同しないよう注意が必要である。北、大西洋条約機構の階級符号では、オブ・マイナス級で、基本的に対象に相当する。なお、台湾陸軍及び、空軍のフランス革命方式での故障では一級上昇に、用いられる。また、 ロシア連邦などの陸軍及び空軍では上級大将として大将くらいであるコロネル・ジェネラルの上位階級となっている。もう参照。第38軍団長、第5軍司令官を歴任したミッチェラー将軍第1、第39軍団長を歴任したデリグニー将軍陛下再選任将官に与えられる称号である上級大将は1830年以降、除任者がおらず、 自然消滅の形で廃止され、1848年2月18日には大将も廃止されたため、当時中上位であった師団将軍が最高位であった。しかし、第一次世界大戦では軍集団にまで規模が膨れ上がり、また連合国の召喚との階級バランス上の問題もあったため、応急的な措置として、右へのように政将の上あるいは下に、 欲望一本付け加えた、ジェンレルでディビジョンアイオン・ウン・コマンドマン・スパーアーを対象くらいとした。このことを踏まえて1921年に対象を呼び、上級大将を役職に応じて中将に与えられる地位と称号として制定した。玄古賞へは1939年に改められた。日本語での玄古賞は NATO 加盟諸国との人事バランスに合わせたことで、 それまでの呼び方を改められたものである。参考として、空軍の階級故障も掲載。スペインでは陸軍のみ使用。中将のすぐ上の階級となる。本階級は1999年に制定された。国軍参謀総長、陸軍参謀総長及び空軍参謀総長の指定階級で、それ以前はこれらの職にあった中将を対象待遇とするのみだった。 参考として空軍の階級故障も掲載。ブラジルも陸軍の未使用。師団将軍のすぐ上の階級となる。故障方法は陸軍、空軍ともスペインと同様。師団将軍のすぐ上の階級となる。急故障はテニエンテジェネラルで2002年に現故障に解消された。ありがとうございます。